こんにちは。ブロンズシルバー枠が公開されました。いろいろと気になるカードがあったので、なるべく各リーダー1枚ずつ考察していきます。なるべくね。ということでイルフで追加されるローズディアーから、簡単に言っちゃえば豪風サーチ、バウンスしつつ疾走をする仕組みをこいつで完成させられるかもしれない。ちなみに完成予想は環境中盤以降、初期環境は晩年にフォロワーが展開されやすく、バウンスとかいろいろやってる暇がない可能性があるからね。ある程度環境が落ち着いて、バーンやコンボで晩年は出さないってなったら強いはず。そもそもバウンスサーチとして使えるから強いけどね。じゃあ次、バトルメイド。普通にヒーロー軸に3組安定なんじゃないの？火ダメ状態で晩年に待機できるから、ヒーロー効果を発動しやすいカードデザイン。マーズにも採用できるけど、採用はしません。じゃあ次、金貨カード。進化時効果が芸者みたいな効果になっていて、もうジエモン抜きでジエモン金貨ロイヤルが作れるレベル。個人的に外せない注目カードなので押します。じゃあ次、共同の召喚。盤面コピーカード。ジェスで使えなくもないし、ウィッチフォロワー指定じゃないからフラグラも増やせる。これは相当遊べるカードになってる。クロノで獅子を出せるなら共同2枚で17点出せるし、デザインも好きだし、ギアゴッドです。じゃあ次、ドラゴンに面白いシルバーブロンズ枠はないので飛ばします。悲しいね。強いカードはいっぱいあったけどね。ということでネクロのスケルトンブレイカー。進化時効果で自分の攻撃力分のダメージをリーダーに与える。簡単に言えばガンダウォーザ。スーピックカードかもしれないけど、こんなの絶対使いたくなっちゃうじゃん。っていうかネクロは使いたくなる効果のカードが多くて困ったよね。ハイドラとか船とかも使いたいし楽しみです。じゃあ次、魔剣の鬼人。進化時に復讐状態になれる効果はそこそこ強め。それよりも魔神の剣が好き。ターン終了時にフォロワーの攻撃力を1バフ。絶対弱いけど、決まったら気持ちいいじゃんね。横並べ自体はできなくもないし、4面並べたら4バフみたいなもん。こういう使わないであろうブロンズの進化時効果にさ、過去の強かったアミュレットとかぶち込むの増やしてほしいね。ロイヤルとかいっぱいあるでしょ。そういうアミュレット。じゃあ次、サファイアプリースト。ドロソかつ進化時に疾走守護付与カード。グレートタウラスも紹介したかったけど、このカードヤバすぎない？単純にワンドロー効果発動で使ってもいいし、マーウィンで遅延して決勝カウント進めて7か8でリーサル。それでいいじゃん。ブロンズシルバー枠で決勝カードも追加されるし、相当楽しいデッキが仕上がるんじゃない？ワクワクさんだね。じゃあ次、チタ巨兵。ブライアス王。最初リアニメイトカードがアディショナルで出るのかと思ったんだけど、こいつ使いタイプなんだよね。ブライアスでララミアとこいつとブライアスで合計何点ですか？そうだね、ララミア進化で14点だね。これ異なるカードじゃなきゃブライアスから24点出るし、今から異ならないで出しませんか？それなら今期で使えなくもないんでお願いします。じゃあ次、ナチュラルペインター。口出しと悩んだけど、進化時の突進付与はいろいろ遊べる効果。これでインフレ遊びもできるし、攻撃時効果を持つフォロワーが輝く1枚。必殺付与ベルエンにつけてもいいし、盤面処理が困るネタデッキの救世主になる可能性もある。今回は1コスの獣がコストをマイナスにしてくれるし、実質1コスだと考えれば最強でしょ。枠があればね。ということで長らく続いたカード紹介もこれで終わり。思う存分サボれて私は満足です。明日から本気出します。ちなみに次弾の私の活動方針は、そのカードを使って勝つではなく、そのカードを使っても勝ってる。そういう方針でいきます。そうじゃないと使えるカードに限りが出てくるからね。まあ予定は未定とも言うし、気分だよ。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。